どうもこんにちは。カフェ本当はね、店長、こたまです。はい、かまどキッチン主催のこたまと申します。本日はですね、かまどキッチンのカフェである初回限定カフェ本当はねについて話していきたいなっていうふうに思います。まあこれね、ちょっとかまどキッチンに対してこれどうなっちゃったの、劇団やめるのみたいな、まあ、結構いろんな質問が、まあ、何なのこれは結局みたいなのが結構あったんで、まあ、ちょっとこういう感じで口頭で話す動画みたいなのも撮ってもいいのかなっていうふうに思ってカメラ回してます。まあ、これに関するね、質問に対して、まあ、回答していこうっていうような、まあ、そういうような感じです。本当にカフェになるんですか？カフェじゃないです。もともと、まあ、ちょっとコラムっていうところにも書いたんですけど、もともと演劇の上演をやろうと思ってたんですよ。そのお茶碗っていう、まあ、期間限定クリエーションメンバーを募集するみたいなやつをやって、まあ、それのある種経過発表、成果発表みたいなので、まあ、やる上演をするためにカフェも理由を借りていて、まあ、それがまあちょっといろいろ訳あって、元想定していた形ではできないねってなった時に代わりにやろうっていうような話になったっていう、まあ、そういうわけです。どういった企画なのかっていうふうに言うと、まあ、グループトークを来た人たちとやりたいなっていうふうに思ってて、まあ、よく僕がそのスペースっていうツイッターの機能を使って、まあ、いろんな演劇に関するお話をいろんな人とするっていうのをよくやって、まあ、人が来る時にはまあ100人ぐらい来てくれるなっていうのを、まあ、オフラインでずっとやりたいって言ってたんで、まあ、それをやりましょうっていうような感じが想像しやすいかなって思います。どんな話をするんでしょうか。プロダクトカンファレンスっていうのとクリエーションカンファレンスっていう、まあ、2つをやる、まあ、今ちょっと見ながら話すんですけど、プロダクトカンファレンスっていうのは現代演劇に関する、まあ、創作環境とか、まあ、今のその演劇シーンっていうものについて、まあ、僕たちというか、まあ、そのかまどキッチンとしては、そのシーンとか環境の中で、まあ、演劇を続けていきたいという気持ちが、まあ、あるんですよ。一応あって、ただそのどう立ち向かっていけばいいのかみたいなのが、今こういう問題課題があったりとか、こういういいことがあるよねっていうのを来た人たちに対して、まあ、定義していって、まあ、その中で、まあ、その皆さんと今の現代演劇シーンっていうものがどういうもので、まあ、私たちは、まあ、どういうふうにそれを見ていけばいいのか、あるいは関わっていけばいいのかっていうような話を、まあ、していけたらいいなっていうふうに思ってる。演劇企画や演劇の環境そのものに対するトークで、もう一個はクリエーションカンファレンスって言って、具体的な作品、かまどキッチンの人人人人人波打って流れる川っぽいっていう、まあ、再演を繰り返している曲があって、まあ、これをちょっと僕が読みまして、そのリーディングを行いました上で、まあ、かまどキッチンがどういうふうにその現代演劇っていうものを捉えた上で、この作品をかまどキッチンとして上演しているのかっていう話をします。で、その上で、まあ、かまどキッチンの話だけじゃなくて、もう少し一般化して、今現代演劇っていうのにはこういうのがあったりとか、こういう作品に対する倫理観とか趣向があるよねっていう話をした上で、僕たちはこういうイメージで創作をしているし、まあ、他の団体はこういうイメージで創作をしてるよねみたいな話をしながら、まあ、そのクリエーションに関する倫理とかメソッドとかロジックに関する話を、まあ、具体的な作品を一つ皆さんと共有しながら、まあ、やっていこうっていう。1個目が演劇そのものに対しての話で、もう一個が創作に関する、演劇創作に関する話だと思っていただければ。まあ、いずれにしてもね、演劇の話って正直僕はもう創作現場でしかしないんですよ。創作現場とか劇団の中でしかしなくて、でそれがちょっと嫌だなっていうふうにすごい思ってたんですよ。まあ、だからそのスペースとかもいろんな人がどう思ってるのかっていうのを話したりしてたわけなんですけど、まあ、それをちょっともう少し輪を広げて、演劇って、まあ、良くも悪くもすごいブラックボックスで、まあ、行った人はものすごい濃密な体験をできるけど、行った人しか体験できなかったりするわけですよ。でそれはめちゃくちゃいいところだし、現場性があるっていうのはめちゃくちゃいいなっていうふうに思うんですけど、良くも悪くもいろんな団体とかいろんな個人が考えていることってあんまり共有される機会がないなっていうふうに思って、まあ、これはどんな業種でもそうなのかなっていうふうにも思うんですけど、なんかそこの理解とか知見みたいなのをもう少しつまびらかにしてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ってるっていうふうですね。はい、じゃあ次ですね。あ、切りました。ありがとうございます。まあ、察してください 察してください。ごめんなさい。頑張って準備してます。コラム書くんでよろしくお願いします。そうですね。クリエーションカンファレンスのところで、まあ、その 具体的な作品を読んでそれについて話をするって言った時に、来年の1月に本公演がありまして、それの初稿を
をちょっと事前に公開してやるっていう触れ込みをしようと思っていたんですよ。でもこれはちょっとやめないつもりです。多分どこかでやります。もうそんなに遠くない先にやるつもりなんで、そこはちょっと楽しみにしていただければと思います。そうですね、一応その今回、まあ、カフェじゃないよっていうふうに言ったんですよけど、やる場所に関してはカフェ無理売っていう、その祖師ヶ谷大蔵に実際に存在しているそのカフェ、まあ、およびイベントも実施しているイベントスペース的にも使ってやっている、まあ、カフェスペースなんですね。でそこのメニューを実際に注文することができるというか、ワンドリンク制です。コーヒーですとか紅茶ですとか、あと、美味しいジュースとかがあったと思います。フードメニューはね、多分頼めないんじゃないのかなっていうふうに思うんで、まあライブハウスみたいな感じだと思っていただければと思います。そこら辺に関しては祖師ヶ谷大蔵カフェムリウイで検索していただければというふうに思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ、ちょっと長々とお話ししていきましたが、まあ、そういうような形です。まあ、僕としてはね、やっぱりその演劇以外の現場があってもいいんじゃないか、演劇の上演や創作現場以外の現場があってもいいんじゃないのか、もっとラフに何か集っていくことっていうもののハードルが低くてもいいんじゃないのかっていうふうに思うんですね。花見ぐらいの感じでも僕はいいとは思うと思っております。サマドキッチンのグッズもちょっと過去のグッズも持っていくつもりなんで、ぜひご購入いただければと思います。というわけで、こんな感じでサマドキッチンおよびホントはね店長のコラボでした。ありがとう、バイバイ。